パリオリンピック登録商標女子ゴルフ最終ラウンド11日ゴルフナショナル6374ヤードパー72ゴルフ女子の最終ラウンドが行われ山下美優23加賀電子が5バーディ2ボギー2ダブルボギーの73で回りトータル6アンダーで4位メダルまであと1打を呼ばなかった佐藤優香23 アース製薬は54位となった。金メダルはトータル10アンダーで得る。二27、ニュージーランド、リオボリンの銀メダル、東京ボリンの銅メダルに続き3大会連続のメダルとなった。第3ラウンドで4バーディ、ノーボギーと4つスコアを伸ばし、トータル7アンダーで首位とは2打差の3位タイで最終ラウンドは最終組一つ前でスタートとなった山下。 東京五輪銀メダルの稲見萌音に次ぐ2大会連続のメダルへ。赤と白の日の丸カラーで登場した山下、選手紹介されると笑顔でギャラリーの声援に応えた。スタートのパー4の1番、ティーショットでは、ナイスショット。と日本の応援が大きな声援を送った。さらに移動中も頑張って、頑張って、と声をかけられ、笑顔で手を振る姿も見られた。 通算9アンダーでトップタイのスタートとなった M。メトウ、27、スイス、が1番のティーショットが池に入るスタートとなった。山下はパー3の2番でティーショットを約 3M につけると最初のバーディーを奪い8アンダー。首球9アンダースタートの最終組のメトウ、L。コ、27、ニュージーランド、が1番で共にボギーで8アンダー。山下がトップタイに並んだ。 しかし、3番パー5で3打ち目のバンカーショットをピンに寄せるとバーディで9アンダー。山下は5番でティーショットを深いラフに入れたがパーをセーブ。さらに6番でもティーショットをラフに捕まるなど微妙なズレが出てきた。アプローチも大きくオーバーし、6番でボギー、7番でも連続ボギーとトップと3打差の6アンダーに交代した。それでもパー3の8番。 ティーショットをピンそば約1メートルにつけてバーディパー後の9番。セカンドショットでグリーン右に外すと、3打ち目のアプローチでグリーンをオーバーするミスショット。4打ち目もピンには寄せられずにダブルボギー。前半は2バーディ、2ボギー、1ダブルボギーのトータル5アンダー。トップの子は7番で約8メートルのロングパットを決めるなど前半は3バーディ、1ボギーでトータル11アンダーと2位に4打差とスコアを伸ばした。 バックナインに入った山下はメダル圏内まで1打差10番11番とバーディーチャンスにつけたが微妙にバットが合わずスコアを伸ばせないしかし上位陣がスコアを落とし13番終了時点で3位タイに浮上した耐えてきた山下はパー後の14番セカンドショットでグリーンのカラーまで寄せると後半初バーディトータル6アンダーとし2位タイに浮上したそれでも E、ヘンゼライト、25、ドイツ、林清、28、中国、がセブンアンダーと伸ばしても山下は15番で約4メートルのバーディパットを決めて、セブンアンダー。しっかり上位陣に食らいついていった。しかし、パーサンの16番、ティーショットが池につかまる痛恨の一打、ボギーパッドも決まらず、ダブルボギー。トータル5アンダーと交代した。 残り2ホールでメダル圏内まで1打差、パー4の17番、約5.5メートルのバーディパットは決まらず、最終パー5の18番ホールに向かった。林清が単独3位のセブンアンダーでホールアウトしたため、山下は18番でイーグルが必要。ティーショットをしっかりフェアウェイに置くと、勝負のセカンドショット、グリーンまでは177ヤード。 グリーンを捉えたが約10メートルのイーグルパッドが残った。山下はしっかり打ったがカップの右を抜けていった。18番はバーディ、山下は最終ラウンド、5バーディ、2ボギー、2ダブルボギー73、トータル6アンダーの4位タイとメダルまであと1打を呼ばなかった。L、子が安定のゴルフを見せ、トータル10アンダーで金メダルを獲得。リオゴリンの銀メダル。 東京五輪の銅メダルに続き3大会連続のメダルとなった。ホールアウト後、山下は、今日のラウンドは9番と16番でもったいないダブルボギーを打ってしまって、特に16番のショットは悔やまれるホールだったと話し、一打でもしっかり取れるようにやってはいたんですけど、ティーショットが安定していなくて、セカンドショットも寄らずっていうラウンドだったと悔しさをにじませた。ゴルフ女子結果、金、L。 コ、27、ニュージーランド、10、銀、E、フンゼライト、25、ドイツ、8、同林、清、28、中国、7、アスタリスク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 、アススタリク4位、山下美優、6、54位、佐藤優花プラス、17、